以前こうコピーまあ、文章を、していたら、このブラザーという機種止まってたんですけども、先ほど、ホームページ淡井圭介の履歴の一番にですね、民法720条の、正当防衛丸1丸2を記載したら、普通にすんなり動くようになりました。で、以前他の裁判の別件の時とかでも、結局スポーツのことが頭の中よぎったりしたらこうパスこの、ブラザーが止まってたんですよ。だからそれはそれで進まなかったりだとか、まあこういう現象があるっていうことを皆様に、お伝えしようと思って、まあ本日2024年5月10日、14時33分、まあこれはまあ現実だったということですね。